昨日 NA45 の動画を撮ったんですけど、誹謗中傷されました。見てください。害悪武器を使ってプロ名乗るとか、プロに謝ってください。これな、俺は害悪武器とは言ってない。禁止武器とは言ったけど、まず厳密には禁止されてないけど。もうこれないよね。こいつ、こやつに限って PP19、AK117、QXR99、アスバル使ってるから。なんで NA 肯定派こんなにいる。肯定派ってなんだよ、そもそも。肯定、なんか否定されて当然みたいな手やめろ。NA だって公式の武器じゃん。じゃあ、本当の害悪武器ってもん見せてやる。はい、これでーす。64発入るけど、SMG で、なおかつレレル動きも速くて、射程距離も強い。そう、ビゾンちゃんです。こいつの方がやべえだろ。お前、こいつ使っといて NA45 批判許さねえから、マジで。こいつ使っといて NA45 さ、強くすぎるとかさ、そういう許さねえ。だって今のやばいでしょ。今の普通だったらさ、もう当たんないだろ、これ。集団数も良すぎるんだよな、これ。もうひたすらだってレレル動きしてさ、撃ってりゃ勝てるもん、この武器。それ見せてやる、今回。これで、ほら、ほら、もう今7割ぐらい削れたからね、今のだけで。今の、やばい、めっちゃおる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 。もうこれ決め打ちするわ、決め打ちするわ、とりあえず。決め打ちしたら、こう、決め打ちすると制圧射撃するから、入れないんだよ、俺、これ。マジで。それがやばいの。マジで、ほんとに。今のでさ、3人やったでしょ、味方。今のもうレレル動きで、制圧した動きで、相手が身動き取れなかったせいで、あれだからね、できなかったのも絶対要因の一つだから。これ C いるっしょ、C いるっしょ、いないか。これ C 取って、すぐ B これ来ると思うんだよな。 B 来て、これサーマイトね。サーマイト投げてるやつでさ、 NA45 さ、キャンセルのおかしくない？ NA45 がサーマイトの方がやべえだろ、マジで。ビゾンね、街もやばいんだよな。こうやって待ってるとさ、マジで枯れまくるんすよ。ここ絶対来るんで待ってるよ、これ。え？ね？これ決め打ちしてりゃいいんで。ね？ね？ね？これやばいでしょ。今の相手さ、多分さ、弾切れたらさ、突っ込もうと思ってんだけど、切れないんすよ、ビゾンは、結局。ビゾンは弾切れないんすよ。これがやばいんだよな。ひたすら決め打ちしてさ、とりあえず相手のさ、相手よりか先打ちできるって、この機能がやばすぎるんで、これ。B 入ってますよ、普通に。ナイス。これが、継戦能力高すぎるんだよな、ビゾン。ん、そこいたのか、普通に。空待ちしたってこと？あー、拠点入らないで空待ちしたのタイプか、こいつ。たまにいるよな、さい。待って、いる、決め打ちしまくって引く。それ、これができるんだよね。決め打ちして相手の行動制限できるって、まあ、B 取られちゃってるけどね。こっち側フリジーエだっけ、これ。やっての。やっ。これ B 来るかな？こっから来るでしょ、どうせ。な？こっちのがやべえ、これいるっしょ、どうせ。な？これができるんだよ、ビゾン。決め打ちしまくれんのね。こっち！これマジでやべえな、これ。久しぶりにビゾン使ったけど、マジでやべえ。NA45 これできるって話？できないでしょ、こんな決め打ちしながら。 NA45 って結構相手のいる方向を予測しなきゃいけないんだけど、ビゾンってそれしなくていいんだよね。適当に撃ってて、その撃った先に敵がたまたまいるパターンが多い。それができるからビゾンやべえんだよな、本当に。ね、これで、これ決め打ちね、決め打ちして、ね、これ一旦引くってこと、これができるんだよ。で、 B 取られちゃったでしょ。もうこれ仕方ない、これ仕方ない。これどっから来るかな、こっち側から来るでしょ、どうせ。オッケー。いや、これちょっと味方カバーしてほしかったな。で、取れるでしょ、B 取れるでしょ、B 取れるでしょ。さすがにナイスナイスナイス。これで、これ、もうこの強ポジビゾンがやばすぎる。これ、角待ちしてるわ。この角待ちビゾンもかなりやばいからね、ほんとに。はい、角待ちビゾン。これがやばいんだよな、マジでビゾン。角待ちしても強いっていうね。角待ちしなくても強いっていう。まあ、何しても強い。まあ、ビゾン強いから。これで引くわ。これで引いて、機動力が高すぎるから自由に立ち回れるんだよな、マジで。これさ、アスバルト、これ、アスバルトがこう、ビゾンとかのが、マジで害悪じゃない？こいつの方がやばくない？今日の動画の方がさ、田中さん、それ勝てるんですかってシーン多くない？あまりにも。待つよ、これ。害悪さ知らしめてみますよ、これ。これ、ビゾンで、やばすぎ。やばすぎ！やばすぎ、ビゾン。やばすぎだってこれ。マジで待ってるじゃん、すげえ。相手ビビって待ってるもんな。打ち合えないから、普通にやったら。そうなるよな。あんだけビゾンの決め打ちされたら。そうなりますよ、これ。OK？ これで。でもビゾン腰なめがちょっと悪いぐらいのが、本当に唯一の救いどころ。それ以外隙がない。大会もガチでビゾンしかいねえ。これ固めたらもう勝ちだろ、これビゾンで。ここ取らない。ありえないからね。これマジでやべえ。これこれが叩かれて NA4 待ってるもん、泣いて。これ完全諦めてるでしょ、このゲーム。
これだって行く必要ないんだよ、ドミネーションで。これ言うっしょ。引いたか。これで引いたかできるのやばすぎだろ、これ。どんだけ強いんだよ、これで。とりあえず、撃って制圧っていう。あ、A 捉えてる。まあ、A 捉えててもこれ結局、これで、ほらね。これ、撃ちながらいけるんで、全然問題ないっていうね。全く問題ない、これ。皆さん、どっちがやばいっすか、今回の動画と。これ敵いそうなんだよね、多分。いそうだから決め打ちして。こっちの方がやばくない？新マップやろうぜ、新マップやろうぜ。なんで、今、ドゥーム負けんのかよ、新マップなのに。じゃあ、こ次、QXR 使うよ。こいつも外役武器バージョン2っすね。マジ、QXR キッズ、PP19 キッズがさ、マジ、俺の愛してる NA45 さ、使うのさ、批判してるの許せねえんだよな、ガチで。俺さ、NA45 最初さ、なんか本当にネタで愛してるって言ったんだけど、マジ最近本当にちょっと普通に心から愛してるから、ちょっと、愛してる銃が悪く言われるの許せねえ。本当に外役武器みたいな、そういう扱いされるのが許せねえ。まあ、お前 M4 とかの悪口言ってんだ。トリップマインを置いたらさ、まあ、NA45 批判すんだよ。これマジで。トリップマインの方が外役だから、言うて。言うてあっちの効果も不快だから、言うて、なんかそのトラップかけてさ、人をはめてやろうって。それ邪悪ないし、そっちの感じるから。なこれやばすぎだろ、この銃。この銃やばすぎだろ、この銃、マジで。どんだけ突っ込んで武装できるんじゃ、これ。適当に立ち回って。NA45 あれ無理だから。何回もいける。NA45、あれ突っ込めないから、もう、そもそも。運ゲーだから。なこれやばいだろ、これ !40! なんでこいつも40発もあるんじゃ、よく考えたら。NA45 40発あっていいだろ、それだったら。なんで2発しかないんだ、そもそも。で、今回の動画見ててさ、マジさ、納得いかない。田中さんおかしいこと何も言ってなくない、今回、マジで。うん。これ、裁判でったら俺勝てる自信あるよ、今回。NA45 の代表弁護人として立って。俺勝つ自信あるよね。どうせ待ってんだろ、これ。どうせここ待ってんだろ。ほらな。わかってんじゃん、そんなもん。こいつの方がやべえだろ。あー、今湧いたね。今、横から湧いた。気づかないふりしてこれよ。なこれの方がやべえだろ。こんな何にも考えてない、俺。あーってもう何も考えてなくてこれですから、結局。NA45 の時結構なんか考えてるけどね。敵どっから来んのかなとか。もう何も考えてないですよ、ほら、これ敵いるな。はい、倒す。これからいけるんですよ。だって強いから。角待ちをちょっとやめようぜ、今の。おい。BOCW から来てるだろう、お前。最近 BOCW やってるけど、あれマジで BOCW あれもう待ってんなー。でもこれでも NA45 の方が叩かれるんですよ。これでも NA45 の方がね、怒られるんですよ、コメント欄で。QXR とか使うと、田中さん意外とうまいねみたいな。 NA45 ちょっとうまいって褒められたの昨日嬉しかったよね、コメント欄で。俺の愛情褒められたわ。いるだろこれ。どうせここら辺いるだろう。やばい、めっちゃ待ってるじゃん。あのガンマッチエグいな。え、いるよね、多分ここら辺ってことは。あれだけ待つってことはさ。まだいた。まだ待ってたわ。え、まだ、二人目いんの、ここ。見てください。皆さん、ガンマッチしてんな。どれですか ?NA45 じゃないですよね、皆さん。QXR とか999。いや、別にガンマッチすることは悪いと言わない、俺。全然。ガンマチも立ち回りの一つだしさ。悪いとは言わないけどさ。一般的にガンマチって害悪って言われてるよね。その害悪なことしてんのはどっちですかと私言いたい。いや、これ俺でしょ。オッケー、運いいね、今の。多分いると思うんだよな。結構こいつら、ナルトみたいにツーマンするで、ま、いるし。あ、死んだ。これ勝てんのやばすぎだろ、QXR。今の勝てんのやばすぎない？これ勝てんのやばすぎだろ、QXR。これ勝てんのやばすぎだろ、QXR。逆に今なんで負けたの？ここきつすぎだろ。これ勝てんのやばすぎだろ、QXR。やばすぎねえか、QXR、ほんとに。今どんだけいる？これ。やばくない要素がない、これが。いや、あ、すいません。M 飛んだで、来ないでください！まあ、ということで。マジでやばくないこれさ。おーい、今回の動画見てわかるだろ、本当にやばいな。QXR PP19 なんて、NA4 やばくないんだって。これ伝えたいだけの動画なんだって。マジで、はい。まあ、ということで。俺は許せない。いや、おかしいよね。いや、その、害悪で叩かれんならいいんだけど、めっちゃ待ってるね、君。
めっちゃ待ってるじゃん。これも害悪だろ、アウトローも。NA45 はつまり私が言いたいことは害悪じゃない。オッツ。まあ多分今日の動画もね、まあおそらく、まああれっすよ。多分 NA45 ダメみたいな。NA45、悪く思わんでくれ。